こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、先日のバーチャルボックスの動画はたくさんのご視聴誠にありがとうございます。個人的に Linux は裏で割と勉強してるんだけど、いざ動画にするってことが少なかったんですが。まあ最近始めた Windows 10からの引っ越しを考えようシリーズを通して、いろいろとリサーチしながら発信していけたらと思っておりますのでよろしくです。で、今回は、バーチャルボックスの2回目ってことは、Ubuntu の有名なディストリビューションの比較ですよね。その通り。まあ公式にも Ubuntu フレーバーなんて呼ばれたりもしているみたいですが、Ubuntu はその完成度と利用者の多さから、たくさんの派生 OS が出てきています。で、まあこれは若干語弊が生まれること覚悟でお話ししますが、この Ubuntu から派生したフレーバーたち、一体何が違うんだと思います？システムの根幹が変わっちゃったら、それは、もう派生とは言えないですし、なんでしょう、操作性とかですかね？お、すっげーいいところついてきてますよ。まあざっくりこの派生たち、何が一番違うのかといえば、デスクトップ環境が違う、と言えます。ああ、Linux の話を聞いてると、そのデスクトップ環境っていう言葉、すごくよく聞くんですが、実はよくわかってないんですよね。まあ確かにいきなりデスクトップ環境が違うんだよ。さあ好きなのを選んでね。って言われても、ぶっちゃけよくわからんですよね。ってことで、今回の動画をより楽しんでもらうため、まずはデスクトップ環境について少し前知識をお話しさせていただこうと思います。あ、一応私もまだまだ Linux 学習中の身なので、もし間違っていること、補足事項等あればコメントで訂正、ご教示いただけると嬉しいです。ってことでまずデスクトップ環境って何なのかと言いますと、最も簡単に言うなら、コマンドで行っていた操作を画面上でのアイコンやボタンに置き換えたもの、ですかね。おお、確かにそう言われると、めっちゃわかりやすい。コマンドラインって、どうしても苦手意識と難しいっていう先入観がやばいんですよね。いやーわかります。私も本腰入れる前はその先入観だけで Linux を嫌ってました。ただ、コマンドラインには大きいメリットもあって、標準入出力の仕組みやパイプの使い方、コマンドを覚えていけば、超簡単にテキスト操作とか検索とかできたりするんです。言うなれば、よりコンピューターの強力な性能を引き出しやすいのがコマンドラインって私は認識してます。その分、触るべきではない設定とかにも簡単に触れてしまう、初学者には学習コストが高いってデメリットもありますがね。なるほど。覚えれば強力なツール。でも、覚えるためには、頑張って勉強する必要ありって感じですね。一方で、現代の Linux のデスクトップ環境、まあ GUI でいいですかね。はかなり進歩していて、マジで Windows と同じレベルで直感的に使える。例えばの話をしますが、ただブラウザでネットショッピングをしたいとき、わざわざコマンドラインを叩く必要ってなくて、GUI でブラウザを開いた方が楽ですよね。まあそりゃそうだって感じですね。このように、人にとって視覚的なわかりやすさが重要な作業や内容の場合、コマンドラインよりも圧倒的に GUI の使い勝手が良いわけです。ということで、デスクトップ環境とは、コマンドラインを叩くことなく簡単に、直感的に PC を操作するために作られたグラフィック環境群のこと、ですね。なるほど。では、最初の話に戻りますが、デスクトップ環境の種類ってのは、どういうことなんですか？これが Linux の面白いところでしてね。例えばなんすけど、私デスクトップは未だに Windows 10にしてて、ノート PC は Windows 11で使ってるんすね。で、私は Windows 10に親しみまくった人間なんで、どうしても Windows 11の UI の底かしこに違和感を感じたり、特に右クリックの挙動がマジで勘弁してほしいと思っちゃうんですが。でも、Windows 11を使っている以上、レジストリ書き換えという裏技はあるにせよ、基本的にはマイクロソフトのこうした変更に順応しかないわけですよね。まあ数年も使えば慣れるでしょう。一方で Linux って、オープンソースで開発されている。つまり OS の基本構造のすべてに対して誰でもコードを書き換えて改変することができるんすね。なので、私はこんな GUI が使いやすいと思う。僕はこっちの方がいいと思う。こんな機能を持たせた方がかっこいいぜ。みたいな感じで。世界中の人々、プロジェクトによってたくさんの GUI が生み出された。というわけですね。ここに載せた4つは有名ですがそれ以外にもめっちゃたくさんあります。なるほど。じゃあ、それぞれに違うコンセプトとかのもと開発されたって感じなんですね。そうですね。ざくっと有名なこの4つについて触れるならば。まずは GNOME、本家 Ubuntu が採用している GUI 環境ですね。特徴はデザイン性の高さ、アニメーションや UI のリッチさ。
あとはアクティビティビュー機能や拡張機能追加に対応していること。ただ、リッチな GUI 環境であるために、軽量とは言えないこと。そして細かなカスタマイズには不向きであることなどがあるらしいっすよ。まあ私もいろんなサイトとかで調べながら話してます。見やすい、モダン、機能豊富。だけど、その分、軽量ではないってのが特徴でしょうか。まあ私は大体そんな感じで認識してます。で、次のデスクトップ環境が KDE プラズマですね。Ubuntu 派生の Kubuntu で採用されている GUI 環境。私はこれが一番好きなんですが、これも特徴を挙げるなら、まず高いカスタマイズ性と滑らかアニメーション。Windows の出し入れ時などにもぬるぬる動きますぜ。あとは Gnome でも対応していますが、アプリケーションビュー、仮想デスクトップなど、モダンな GUI に求められる機能をほぼ完備しています。一方で、そりゃ機能を充実させたら重くなるよねってことで、リソースは Gnome と同じく Linux の中ではかなりクーブルイに入ります。ん?やっぱり見栄えとか美しさとかを優先すると、そうなっちゃいますよね。まあそうっすね。言うなれば、今までのニツはある程度リソースに余裕があるマシンで採用すべきでしょうか。例えば i5 以上とかね。で、ここからは軽量環境で。軽量一発目が XFCE ですね。この GUI 環境は Ubuntu 派生の Zubuntu に搭載されています。一言で言うなら、見栄えはちょい古めだけど軽量、安定な環境。これは調べている中で知ったんですが、XFCE の開発は比較的保守的で、最新技術やソフトへの対応もかなり慎重に、スローペースで実装されるそう。ただそれはつまり高い安定性につながっているわけですんで、軽量で安定性が高い。その分見栄えや最新技術、高度な GUI を求めるものではないという感じかな。見た目が古くなってしまうのは切ないですが、安定性を重視してるっていう開発理念がすごくいいですね。ですよね。では一応解説は次で最後。最後に解説するのが LXQT ですね。これは Ubuntu 派生の Lubuntu に採用されてます。特徴はかなり XFCE に近く、軽量ではあるんですが、かなりカスタマイズ性が高いみたい。名前にも入っている Qt の部分ですが、これは Qt ツールキットといって、GUI 開発のためのツールキットのことを指してまして。要するにこの Qt ツールキットを使って作られた GUI ソフトなどを簡単に導入することができるっていうのが魅力の一つみたいっすよ。ただまあ軽量環境な分、見栄えなどはどうしても古めというか、簡素な感じではあるといったところでしょうか。なるほど。最後の二つは、古いマシンを長く使うのに良さそうな感じですね。マジでその通り。私の昔の職場のベテラン熟年コーダーの方が、私物の PC で超年期入ったコアツールのシンクパッドにズブンツ入れてずーっと使ってましたね。と、話が脱線してはいけないんで、とりあえずこんな感じで有名どころは大体カバーできたんで、実際にそれぞれ見ていくとしましょう。仮想マシンの起動から、大体の GUI 環境の特徴、アイドル時のリソース状態を観察していきます。まずは Ubuntu から。ちなみにすべてアップデート作業、ゲストエディション CD のインストールまでは済んでいる状態です。仮想ハードウェアリソースは前回のままで、4コア CPU に 4GB メモリで見ていきます。Ubuntu ってことは、まずは Gnome からってことですよね。そういうこと。はい、起動してきました。まず最大の特徴がタスクバーが左ってことですね。上下どちらかに設置されることが多いタスクバーが左にあるのは結構インパクト大。そして Windows キーを押した時の挙動は仮想デスクトップやアプリケーションの切り替えの画面が出てくる感じ。なるほど。複数のアプリケーションや仮想デスクトップを快適に使えるようにって感じですね。で、タスクバー左下からアプリケーション一覧が開きます。アイコンが並んだ、Mac のランチパッドみたいな画面ですよね。で、アイドル時のリソース状況ですが、まあ Gnome や KDE は重いと言いましたが、それでも最近の Windows に比べると雲泥の差ほどの OS リソースの差があります。まあ CPU は裏で何かが動いたら変わっちゃうんであれですが、メモリはアイドルで 1.2GB くらいですね。4GB しかメモリを搭載していませんが、この様子ならちょっとした作業はできそうかな。確かに、最近の Windows って、8GB メモリでもギリギリ感がありますが、これなら8搭載してれば、普段使いなら、割と何でもできそうですね。では次、KDE 行ってみましょう。私が Kubuntu を好きだと先ほどお話ししたと思うんですが、その最も大きな理由が現在使用している Windows 10に近い感覚で使えること。それでいて OS 自体も軽快なので、今のパソにインストールして実際に開発環境で使っていますが、マジで快適です。はい、起動してきましたね。
Windows キーの挙動は、Windows と同じでスタートメニューが出てくるようになっています。おお、確かにかなり Windows 10っぽいですね。カテゴリごとにソフトが整理されてるのも良さそう。そうそう、まあインストールの形式にもよるけど、標準インストールだとオフィスソフトとか、テキストエディタにメディアプレイヤーとかは一式入ってきますね。この使い勝手が Windows からの移行にちょうどいいと個人的に思います。で、アイドル時のリソース状況を見ていきますと、だいたい CPU 使用率は 10% 以下で落ち着いてる感じで、メモリに関しては 1GB ちょい切るくらい。GNOME よりも若干ですが軽そうですね。へ、KDE の方が GNOME よりも軽いんですね。私も結構びっくりでした。調べてみると、KDE プラズマってちょっと前のバージョンまでかなり激重で有名だったらしいんだけど最近かなり改善されたみたいっすよ。まあそんな背景があるんで、少し前に KDE を触った人は重さで敬遠しがちかもしれませんが、改めて触ってみるとかなりサクサクですぜということで、次は軽量 GUI 環境。軽量環境は XFCE と LXQT を説明しましたが、まずは XFCE を搭載したズブンツから見ていきます。さっきお話しした GUI のリッチさ、というのが伝わると思うんですが、まあリッチっていう言葉以外にうまく伝えられないんであれですが、今 Windows キーを押すと出てくるスタートメニューを出してますが、なんかちょっと古い感じじゃない？ん？確かに。さっき見た KDE のスタートメニューが、Windows 7とか10だとすると、こっちは、XP とか2000みたいな？まあ人間がそう感じる理由って色とかデザインとかもあると思うんですが、視覚効果と呼ばれるものも大きいんですよね。例えば区分図のメニューって、真っ黒に見えて、よく見ると若干裏が透過してて背景画像がうっすら見える。こういう細かな視覚効果を削っているっていうのも軽量化ですよね。これはフォルダエクスプローラーを開いたところですが、やっぱり今までの KDE とか GNOME に比べるとどうしても簡素、味気ない、みたいな感じがするでしょ。まあ、確かに今風かと言われるとって感じではありますね。でも、私はそれは全然悪いことじゃないと思うんです。だって、それを削ることで軽量化、動作速度の向上を目指すぞ。っていうコンセプトだからね。ってことで大体さっき話した GUI がリッチであるかそうでないか、というのを視覚的に掴んでもらえたかと思います。まあ今話した通りですが、視覚的にリッチであるかと、OS として機能が充実しているかは別の話。軽快に動いて、欲しいソフトがあるなら実用性はありますよね。ってことでアイドル状態での仮想ハードのリソース状況ですが。はい、だいたい 900MB くらいですね。というかよく見たら今まで MB のことをメガバイトって言ってたね、ごめんなさい。なんか、思ったよりメモリ使ってるな、ズブンツ。確かに、クブンツと 20MB から 50MB くらいの差ですか。ん、ズブンツってアイドルでこんなに使ってたっけな。私のイメージだと 500MB あるかないかくらいだった気がするんだけど、ゲストエディション CD の影響？まあでも仮想マシンで使うならゲストエディション CD は入れておきたいし、入れてアイドルでこんな感じでしたって報告ですね。では次、LXQT を見ていきましょう。LXQT を搭載してるのはルブンツですね。私のイメージですが、ルブンツは多分今紹介した中だと一番軽かったというか、要求が低かった記憶。何気にパスワードを間違えてますが、ログインから画面表示も爆速ですね。GUI の配置やイメージとしては区分図が近いでしょうか。左下にスタートボタンがあり、Windows キーはスタートメニューに紐づいています。うん、確かに。これも、図分図同様かなりシンプルですね。まあでも、別に使いにくいほどにシンプルではなさそう。まあ本当にいい意味で、XP 時代のような簡潔な感じではありますね。アイコンなどのデザインもそうですし、ソフトのウィンドウも飾らない感じ。ただ最近のモダン OS の UI やアニメーションと比べてしまうと、ズブンツもそうですが、物足りなさがあります。まあでもそれを捨てて軽さを取るなら最適解。ちなみにやっぱりこっちは記憶通りの軽さですね。アイドルでメモリの使用量は 526MB でした。ミリバイトに直すなら 501MB ですね。4GB でも十分使える OS と言えそう。おお、本家ウブンツの半分以下ですか。こうなってくると 8GB メモリが結構大きな量に感じてくるんですよね。やっぱ近年のメモリ大容量化は OS の基本メモリとブラウザが大きいんだなと思います。ちなみにググってみたらイーザスさんのサイトでは Windows 11ではアイドル時でだいたい 2.5GB くらい消費されていると書いてありました。これの5倍ですね。うん、2GB 差は結構大きいですね。他のUbuntu系 OS でも 1GB から 1.5GB くらいは差があるので、まあ古いマシンは Linux にすると快適になるよってのは間違いないでしょうな。
ってことで、以上で Ubuntu 派生で有名な4種類の OS の検証を終わりまして、最後に1個、同じく Ubuntu 派生で私が試してみたかったのがありましてね。それがこの Ubuntu バッチーです。これはバッチーデスクトップ環境という GUI 環境を備えた Ubuntu 派生 OS でして、かなりリソースを使う、リッチな環境らしいんすよ。まあこの辺はカスタムで変えられるらしいですが、さっきまでの Kubuntu や Ubuntu がどちらかというと Windows ライクな配置であったのに対し、この Ubuntu バッジは Mac ライクらしい。ほうなるほど。確かに。それは個性ありそう。まあガチで Mac ライクな OS といえば有名なのが Pear OS ですが、この Ubuntu バッジは寄せてるよねって感じっぽい。ですかね。まあ試してみりゃわかるでしょう。ってことで Ubuntu バッジを検証してみます。なんか三つどもえっぽい感じのロゴデザインですね。確かに、かなり似てるというか、そのものと言われてもわからなさそう。ではログインをしていくんですが、これ、まだ開発の日が浅いからとかそういう理由なのかもしれませんが、一個バグみたいなのがありまして。この Mac っぽい感じのタスクバー、確か Mac では Dock って言うんだけど、これなんですが、ゲストエディションで画面サイズを変えると。あ、変なところに移動してる。しかもこれ掴んで戻すってのができないんですよね。一応解決策は見つけて、一回右クリックから終了して、再度起動し直すと治りました。ちなみにこのタスクバーっぽいのはプランクって名前らしいすよ。なんでプランクなんだろ。まあ板といえば板だけどさ。スタートメニューから再度起動してあげると、無事いい感じの位置に来ました。ちなみにこの Ubuntu バッジは上メニューですね。分類するなら Ubuntu に近いか。まあ Ubuntu に近いというか。Mac に近いというか。見てもらうとわかりますが GUI のアニメーションとかも結構凝ってます。ではアイドル時のリソース使用状況を見てみます。重いって聞いてるけど、実際どうなんでしょうか。どれどれ。1.2、これはギガバイトなんだろうか、ギビバイトなんだろうか。あ、でも総量が 4.1 だからギガバイト表記っぽい。1.2 ギガバイトってことは Ubuntu とほぼ同じですかね。というかすみません。見ていて思ったんですが、なんか、このシステムモニターの感じとかも、Ubuntu に似てません。というか同じもの？お、よく気がつきましたね。実は、このバッチーデスクトップ環境ですが、どうやら Gnome の技術をベースにしてるらしいんだよね。まあ私は Linux カーネルとか GUI 環境の開発面での知識はさっぱりなんで、一体何をベースにしたんだとか細かいことはわかりませんが、実際 UI が同じソフトがあります。そして使用しているリソースの状況も Ubuntu、つまり Gnome 環境と同程度。Gnome をベースに違う方向にスタイリッシュに磨き上げたとかそういう感じでしょうか。まあ、そのニーズがあるかはわかりませんが、Mac のサポートが終了してどうしよう。って時に乗り換えるとかならいいかもしれませんね。まあ選択肢としてはなしではないですね。ちなみに、今まで紹介した5個の OS。Ubuntu 派生の名の通り、基本的に内部のシステムはほぼ同じ使い勝手で使うことができます。例えばアプリインストールはアプトコマンド。これは別の、例えばアーチ派生のマンジャロを一時使ってましたが、あっちではパッケージ管理はパックマンというコマンドになってました。楽しそう。まあ要するにシステム内部がほぼ同じってことはどういうことかというと、例えばこのソフトを入れたいな、とかこんな設定したいな、って時に、めちゃめちゃユーザー数が多くて、ネット上にも日本語情報の多い、Ubuntu の解説サイトの手順を実行すれば大体 OK ってことなんですよね。おお、確かにそれは強い。ディレクトリ構造も大体同じだし、入ってるソフトも共通が多いし、私は今Ubuntu と、テストでUbuntuを使ってみていますが、ほぼUbuntuと同じコマンドでいけてるんで、多分問題ないはず。Ubuntuフレーバーが人気なのはそこが一番大きいですかね。ということで、かなり長々とした説明ばかりの動画になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。多少なりともUbuntu派生OSの特徴と、それぞれが採用しているデスクトップ環境を知っていただけたのであれば幸いです。あとは、仮想マシン、OS どちらも無料で使えるんで、ぜひご自身で試してみてほしいですかね。まあ結局手を動かしてみてみるのが一番わかりやすいかもですね。私も Linux を勉強し始めてようやく1年半くらいですが、なんとか Windows でやってたこと一通りくらいはコマンドラインでできるようになりました。今後も知識のアウトプットがてら、ちまちまこうした Linux の動画を作っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしますということで。今回の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。